本当に素敵なことって心にいつまでもこう刻まれるんですよね。今日ご紹介するのは私が大好きな番組ドキュメント72時間という番組のお話なんですけども、ぜひ皆さんにご紹介したいと思いました。これはですね、ある一箇所場所にですね、3日間こう取材をして、そこに行き交う方々にインタビューをするっていう番組なんですけど、今日はですねジョイフル本田さんという、千葉県にある大きな日本最大のホームセンターなんですよ。東京ドーム 3.6 個分という広さで、もう本当に駐車場も広くて、もう大きな建物で、どこまで行ってもですね、もういろんな資材、もうそれこそブロック塀からドアから、もう衣食住全部揃って、もうないものがないぐらい、一日中そこでね、もういろんなものが見て買ってって楽しめる、そういったホームセンターなんですけども、さあここでまず一人目の方取材されてましたね。まず一人目の方はですね、襖の張り替えコーナーっていうね、そういう一角があったんですよ。でその方は44歳のフィリピンの女性なんですけども、可愛い女のお子さんとね2人で来てて、で取材の方がですね、こんにちは、今日どうされたんですか、今日はですね、私これ日本にね、来まして、もう22年になるんですけども、英語の先生なんですね。で私ね、これ襖すごく綺麗だと思いまして、で日本のトラディショナルなことが自分でできたらすごく素敵だなと思って今日こう来たんですよってお話しされてるんですよね。でね、ちゃんとこうやってのりでね、今もう買おうと思えばすぐね紙貼れるじゃないですか。でもちゃんとこののりでね貼って綺麗にこうやってるんですよ。でこうドアをこうね、襖こう立てるとですね、綺麗な淡い下地にですね花びらがファーッと散ってる、そういった模様なんですよね。でその方が、綺麗ですね、嬉しいです、最高の笑顔でね、そういう笑顔を見てて、そうだな、日本人こんなに素敵なものがあるのにね、もう襖かなんて古いななんて逆に日本人が思っちゃうんですけど、こういうふうに外国の方がその良さをですね、すごく素敵だって思ってくださって、こういうふうに大事にしてくださるのって逆にすごく教えられます、いいなってこう思って見ちゃうんですよね。で今度2人目の方はですね、今度はお母さんと来ていて、31歳理学療法士ってこう出るんですよね。でお母様が50代の方ですかね。で一緒にこう資材、板とかね、ネジとかこう選んでる売り場なんですよ。でまたスタッフの方が、こんにちは、はいこんにちは、今日どうされたんですか、私今子供さん一人担当してるんですけども、ちょっと障害があって歩けないので、この補助輪を作ろうと思って、手作りですよ、スタッフの方もね、手作りされるんですか、そうなんです、買おうと思うといろいろ予算とか作るのに時間がかかっちゃって、でそうしてるうちに子供さんってどんどん大きくなるんですよ、だからもう作ろうと思って、もう可愛くてしょうがないんですよって言うんですよね。でお母さんもですね、お母様も、はい、この子のね弟がちょっと障害があるんで、ちょっと人事じゃないなと思って今日ついてきたんですよ、そうなんだと思って、でいろんなねもうこう設計図をねこうお店の方に見せて、だったらこれぐらいのサイズですねとか、板を買ったりとか、でこうカメラがですねこう買い物カゴをこう映すんですね。そうすると板の他にねこうネジがねたくさん入ってるんですよね。このネジもね一個一個これがいいかなとか、こっちの方が大きいんじゃないとか、選んだんだろうなってこう見ながらね思うんですよね。手作りの補助輪なんて素敵な親子さんなんだろうって思いながらね、なんかもうグッときちゃうんですよね、そういうの見てるだけでね。で3人目の方はですね、今度台所のねこうタイル、今こう45センチ角でこうタイルがもうね貼ってあって、それをこう組み合わせるだけでどんどんこう貼っていけるのが売ってるところ、そういうコーナーにですねこうちょっとジャンパーを着たちょっとシュッとした厳しい感じの62歳の方が立って、62歳、元刑事って書いてあるんです。刑事さんってドラマではよく出てきますけども、実際の日常で刑事さんってなかなかお目にかかれないじゃないですか。で刑事さんなんだって思って見てますとね、こんにちは、こんにちは、今日どうされたんですか、今日ですねちょっと私の母がですねちょっと老人ホームが入りましてね、で実家の家のこの台所周りをちょっと今あの時期直してあげようかなと思ってちょっと帰りに来たんですよ。そうなんですか、奥様は、
女房はちょっと去年ね、ちょっと突然心臓でちょっと亡くなったんですけどね。いや、女房もこういうの好きでね。いや、やってましたよ、いろいろ植木のね、鉢をこう素焼きで焼いたりとかね、やってたんですけど、まあその時私はもう仕事一辺倒でね、そんな風に女房に言われても何やってんだなんて言ってたんですけどね。まあバカでしたよね。えって思うじゃないですか。したら、まあ今考えるとね、仕事なんてどうでもよかったんですよねっておっしゃるんですよね。どういうことかっていうと、まあ定年されて、まあ、これから奥さんとゆっくり過ごそうと思ってた矢先に急に心臓発作でね亡くなられたっておっしゃるんですよ。今考えると仕事なんてどうでもよかったんですよね。バカですよねっておっしゃるんですよね。で、まあ、こんなこともあったんですよって、長男さんが中学生ぐらいの時野球やってたそうなんですよね。その汚れたユニフォームをポンと投げてね、お母さんに洗っといてって言ったらしいんですよね。そしたらその方が、おいなんだ今の、お前にとっちゃお前は母親かもしれないけど俺にとっては好きな女なんだこれは、って怒ったって言うんですよ、ね、なんかそういう話ってこうなんか20代の頃に聞くとね、あそうかしか思わなかったと思うんですけど、 なんでしょうねこの年になってそういうの聞くと、仕事なんて本当はとてもよかったんですよねってこうその方もちょっとぐっとこらえて、何なんでしょうねこの神様って本当にいるのかなって思っちゃうんですけど、そういう方が亡くなってから本当に何が大事だったかってことに気づくっていうね、本当にその方は語られてることからいろんなこうこちらも重ね合わせちゃうんですよね、いろんな自分の人生とかいろいろ、なんでしょうねこの共感経験値が上がるからこの共感力が増しちゃうんですね。なんかこうそういう話聞いてるだけでなんかこうね、自分でもなんで今涙がこみ上げてきてるのかよくわかんないんですけど、だそういうシーンがね今も残ってるんですよね。だからなんか年取るのも悪くないなっていうか、うん、なんかしみじみしちゃうそんな番組なんで、ぜひ皆さんにもこう知っていただきたいなと思って今日ご紹介しました、以上になります。何でしょうね失礼しました。まあこんな感じです、よろしければグーボタン、そしてチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。